皆さんこんにちは。180日であなたの会社お店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、商いは角角8月号のご案内というテーマでお届けいたします。弊社でですね、毎月出している月刊誌商いは角角、これをご覧の皆様もお読みになった方も多いかと思います。こういう本ですね、見えますかね、商いは角角というね、こちらのですね、月刊誌はですね、リーダーシップの磨き方とか元気な組織の作り方、そして売れる営業、売れる商品開発とかね、そのようなことをテーマにですね、日替わりで、1ページこう書いてあるんですね。こんな感じになってます。だから、こっちが14日と、こっちが、こんな感じですかね、13、14という、このような感じになってね、1日1ページという形でですね、様々なテーマを取り上げて書いています。倫理法人会のですね、小冊子、職場の教養みたいなね、あのようなスタイルで書かせて、もらっております。そのですね、8月号がですね、いよいよ、昨日完成しまして、明日ぐらいには会員の皆様には発送の予定でいます。今月のですね、特集なんですけども、こういうことですね、見えますかね。あらゆる業種業態がメーカーになる時代っていうのをですね、特集で私が書いています。これはどういうことかと言いますと、先日ですね、今月の頭にですね、新潟県の長岡市にあるマコーというですね、会社に 3D プリンターの見学に行ってきました。それで思い出したのがクリス・アンダーソンのですね、メーカーズという書籍です。この本ですね、相当ヒットした本でありますけども、中身はというとですね、3D プリンターとかね、それに付随する、技術とか機器が普及していくことで、誰でもが簡単にですね、物を作れる時代になるのではないかなということを、予言っていうかですね、もうすでに起こっている事例を紹介している本です。それで我々のですね、周りにもですね、実はそういうことが起こっているんではないかなというのをですね、新潟県長岡市にあるマコという会社にですね、3D プリンターを見に行った時に感じて、それをですね、特集に書いてみたわけです。それでそのマコさんに行った時に、こういうものをいただいたんですね。これ3D プリンターでですね、作ったやつですね。はい。すごいでしょう。こんな感じですね。はい。見えますかね。で、こういうね。裏側。これはコイン状のですね、ものなんですけども、透明にこういう風になってて、このぐらいの厚さのものですね。これをこうですね、凹凸のあるような形に仕上げてあるものなんですけども、データさえ作れれば、こういったものがですね、3D プリンターをして、簡単にアウトプットできるというような時代になったということです。しかし、3D プリンターがじゃあ、ないとできないのかというとですね、メーカーになること自体はそれはできます。そんなことも含めてですね、どうやってメーカーになったらいいんだろうか、私たちは小売業なんだけど、どうやってメーカーになったらいいんだろうかとかね、私たちはソフトウェア、つまり向けのものを売ってるサービス業なんだけども、どうやってメーカーになったらいいだろうかとか、そういうふうな方々のためにですね、ヒントになるようなことを、事例を交えて書いたのが、商いは角角8月号でございます。こちらはですね、ホームページでですね、サンプル紙のお申し込みができますので、ぜひぜひですね、興味を持たれた方は、サンプル紙にお申し込みください。よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス、専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、商いは角角チャンネルの登録のバナーが出てると思いますので、こちらをクリックしてぜひ登録をお願いします。